バケツを小脇に抱えるポーズを取るミナゾウミナゾウは、神奈川県藤沢市にある、江ノ島水族館、新江ノ島水族館で飼育されていたオスの、南ゾウアザラシである。1994年後半に、ウルグアイのロボ島で、推定1歳の幼獣として捕獲され、1995年3月11日より、当時の江ノ島水族館の海の動物園にて展示が、 開始された。名前は、約1500通寄せられた公募に寄り付けられた。1998年頃には、体重が 1000kg を超え、巨体にもかかわらず愛嬌のある顔、バケツを前足で抱えた姿や、悪寒兵衛、海薪巻き、海老ぞりなどのポーズや、前足で、餌のバケツを抱えるなど、愛嬌あるコミカルな仕草で人気を集め、案内板やグッズに使用されるなど、 同館のアイドルシンボル的な存在だった。日本国内で南ゾアザラシを飼育しているのは1995年当時においては、江ノ島水族館と二見シーパラダイスの2施設であり、このうち二見で飼育されていたオスの元気が1999年8月に死亡したため、国内では唯一のオスの南ゾアザラシとなった。なお、 カ川ガワシーワールドにおいて1999年12月頃まで国内唯一の北ゾウアザラシが飼育されていたが、これを最後に現在は国内で飼育されていない。2002年3月に海の動物園が最初に閉鎖され、ナゾウはマリンランドに移された。その際にテゼマナスナメリクリスタルプールを通路の一部を囲う形で、 簡易的に改装したプールで飼育された。2002年9月にマリンランドが営業終了してからもこう1年間は同施設で飼育された。新江の島水族館の建設進捗により2003年9月3日の日中に皆像を搬入した檻を大型クレーンで釣り上げ、鉄道車両などの陸装に用いられる。 日本通運の特殊大型トレーラーに積載し150メートル、離れた新幹まで時速10キロメートル以下の超低速で搬送し、クレーンで檻を新居へ下ろす作業が約6時間を要して行われた。これはテレビの情報番組や新聞報道で取り上げられた。また、マリンランド兵官から、 新江ノ島水族館開館までの一年半あまり、一般の目に触れられずにいたが、江ノ島水族館公式サイト上で時折皆像の様子について情報が掲載されていた。末期の江ノ島水族館を代表する生き物となっていた皆像様に、新江ノ島水族館では大型のプールが当てが割れ、2004年4月の開館後は2頭のゴマフワザラシというように暮らす。 皆像、お間近で見ることができた。また、大型の南像アザラシが、当時一世を風靡していた、格闘家、ボブサップの表情とどことなく似ている点も注目された。2005年2月のバレンタインデーには、国内唯一のメスの南像アザラシでもある、二見シーパラダイスのマリコ、夢海しぼ娘から、悪感べえポーズの写真が送られ、 翌月のホワイトデーには皆像からの返事を兼ねたバケツを抱えるポーズの写真が送られるという交流があった。最後2005年10月3日の夕方から急に体調を崩し、翌10月4日朝には餌を口にしなくなった。このため、休時プログラムを中止し、同日の閉館時間間際に診断のためプールの水を落水し始めた17時15分に急性。 推定11歳、体長約4.5メートル、体重約2175キログラム。遺体は、近隣の日本大学生物資源科学部獣医学科に運ばれ、解剖の結果、神話、排気種による呼吸不全と判明した。その後、同学部キャンパス敷地内の日本大学生物資源科学部博物館で骨格標本として展示されている。なお、 海獣のうちでも特に、カリフォルニア市から五臓アザラシ類は捕獲の上、輸入することが、ワシントン条約などで1990年代以降、厳しく制限されているため、後継の南臓アザラシの搬入のめどは、立っていない。南ウの市は、2005年10月5日、以降マスコミで広く報じられ、喧嘩代が設けられた。地元の子供たちから、花束や折り鶴、 手紙が寄せられた。7日にはお別れ会が行われた。2005年11月16日から11月30日にかけては追悼展示会が実施された。旧マリンランドでのお披露目から2005年10月頃までの写真や小学校や幼稚園で地元の小児が描いた皆像にまつわる作品、公式グッズのデザイナーと飼育員を中心とした。 従業員によるイラストや追悼メッセージ等が展示された。新江の島水族館開館後より、ゾ像をモチーフにしたグッズなどが発売されている。発売後、実在のミナゾ像が急成したことで、これらは追悼色を帯びたものとして発売されている。僕皆像 Aday デ f the s a z a は、2004年11月に日経 BP 社から発刊された。 ぞうのご機嫌な1日を写真と文章で綴った絵本仕立ての単行本である。みんなのぞうは2005年8月1日に新江ノ島水族館売店で先行発売された DVD ビデオソフトである。江ノ島水族館ではぞうの前に1964年4月20日から南像アザラシのオスの大吉とメスのお宮を飼育していた。 大吉は飼育家の南蔵ウアザラシで最大級の個体であり、大吉にはしごをかけて飼育係が餌を与える様子は有名であった。1977年12月12日に大吉が死に、数年後にお宮も後を追うように死んだ。リバドールニュース日本一の巨大アザラシ、皆ゾウ。骨格標本を公開中ハット。リバドールニュース、皆ゾウ。 君とお別れ、神奈川、新江ノ島水族館、ありがとうございます。